大韓航空では旭川とソウルのインチョンを結ぶ便を6月に就航し週5往復運航しています。当初は10月末まで運航する予定でしたが、大韓航空は今日予定を1ヶ月早めて来月29日からの運航を取りやめると発表しました。日韓関係の悪化で利用客が減少していることが原因です。旭川空港では昨日道が韓国人観光客を歓迎するセレモニーを行ったばかりでした。大韓航空は新千歳と釜山を結ぶ便も来月3日から運休することを決めています。